こんにちは、森本ひとりです。じゃじゃーん、出ました、メンタル体操、発売になりましたけども、今回のこの本は一般の方が非常にやりやすいような構成になっているんですけども、この動画に関してはですね、監修の清水さんと一緒にトップアスリートがやってもテンションの上がる、皆さんにぜひおすすめしたい動画を選んでメニューを組んでみましたので、ぜひ皆さん一緒にやってみましょう。それではスペシャルエディション、それではいきましょう。まずは肩クリックリです。90度で肘をそのままにして手を後ろに動かします。さあやってみましょう。この動きはですね、実は皆さんこっちの動きはやってもね、あんまりこっちの動きがないので外旋ですよね。でこの、肩甲骨を動かすことによって胸も開いて気分も晴れやかに、で肩甲骨周りもほぐれますの で肘はこう手で動かすと効果が減るので、固定したまま後ろにグリ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 、肩も上げないように、ね、90度で後ろに外旋外旋。この動きは野球でも非常に大事です。はい、 OK。 さあ続きましてはくるぶしリズムタッチ。これはですね、膝を開きながら足を上げるのですが、股関節の運動と、あとは普段やらない動きなので股関節に刺激を入れてやっていきましょう。それではいきます。くるぶしタッチ、くるぶしタッチ。でこの時に気をつけるのは手を当てにかねる、手はできるだけ上に置いときながら、くるぶしを上に上に、この動きなかなかやらない、やらないやらないやらないけれどやる、はいはい、 OK。 次はカニダンスです。でカニダンスは膝を外に上げる動きなんですけども、みんな実はね、膝を腰より上に上げる動きっていう普段あまりしないので、ここまた股関節に刺激を入れましょう。せっかくですからね、楽しくカニの手でカニダンス、その名の通り。で90度で膝をできるだけ肘に上げます。いきましょう。この時ね、こういう動きなかなかしないでしょ。田辺さんはこういう動きもしないのに横に上げるっていうね、これがヒーチョリズム、ヘチョリズム、メンタル体操、メンタル体操。なかなか上げないよ、膝横に。楽しく、楽しく、はいはいはい。続きましては片足スーパーマンです。この動きはバランスと柔軟性、少しね難しい動きになりますけども、皆さんぜひ全身運動ですからやってみましょう。まずは片足で立って、そのまま反対の足を浮かせてスーパーマンの体勢です。両手を伸ばして足を後ろにピタッと、どうですか、できました。意外と足がね上がらないんで、やりましょう。2回目いきますよ。よいしょ、ほう、どうですか皆さん。次いきますよ、もう1回片足上げて足を伸ばしてピタッ、美しい。反対いきます、反対いきますよ。反対も足を曲げて、そのまま両手を伸ばしてピタッ、いかがですか。いきますよ、2回目ピタッ、3回目ピタッ、 OK。さあ最後はローボールヒッター、私ローボールヒッターでした。これはね、唯一筋力使いますから、みんな頑張ってくださいよ。私も応援しますよ。膝を広げて腰を落とします。この状態でキープしながらローボールヒッターですから、変化球投げてくる、それを拾う拾う、この動きですよ。結構きついですけど、この動きできたらスライドスライド拾える、カーブカーブもいる、ポンポン拾える、拾える、まっすぐ差し込まれる、ローボールヒッターですから、ハイボール打たないよ、はいはい、オーケー。皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。まあ、少しハードな動きがあったと思うんですけども、体を動かすと
血行が促進されますので疲れが飛ぶと言われています。そして胸や股関節を開くことによって気分も晴れやかになっていきますので、ぜひ皆さん続けてやってみてください。というわけで今回はですね、メニューを抜粋しましたけども、本の中にはたくさんのメニューがありますので、ぜひ皆さん買ってチェックしてみてください。そして今回特別にサイン本をプレゼントします。詳しくは動画の概要欄からチェックしてください。よろしくお願いします。